皆さんはじめまして、2014年三愛水着イメージガールになりました久松郁美です。どうぞよろしくお願いいたします。1996年2月18日生まれの17歳です。出身地は東京です。血液型は O 型です。趣味は、カラオケでアイドルの歌を歌うこととペニーとバレトンです。特技は運動することです。どうぞよろしくお願いします。はい、日本の皆さんに名前を覚えてもらえるように頑張ります。とっても驚きました、オーディションを受けてから結果が分かるまですっごくドキドキしていたんですけども、マネージャーさんから電話がかかってきて受かったよって言ってくれた時に本当に嬉しくて、外にいたんですけれども飛び跳ねてしまいました。選んでいただけて本当に嬉しいです。頑張ります。もう早く皆さんに言いたくて言いたくてすごい、そわそわしていたんですけども、昨日やっと記者会見とかをすることができて、いろんなニュースや新聞に取り上げていただいたので、周りの方もすごい連絡をしてくれて、本当に伝えられてよかったなって思いました。今までお世話になった方に少しでも恩返しできたのかなって思います。歴代イメージガールの方に本当に素晴らしい方がたくさんいるので、私もその一人になれるように存在感を残したいと思います。そしてこの1年間精一杯、三愛水着の魅力を PR していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。